年始は少し2万5500円ぐらいまで日本で行くと売り込まれることがあるかもしれませんが、その後3万1000円を目指して回復してくるんではないかなというふうに考えています。特に資源、それから食料の値段の動き、こういったようなところが気になるところではありますが、物価上昇率の上昇具合というところでいきますと、春から夏にかけてピークアウトしてくるんではないかなと、そういうふうに思って見ています。今インフレが高止まりしていく中で、どのような舵取りをするかというところがポイントになるかなというふうに思います。次の総裁への期待ということでいきますと、今申し上げたような課題がありますので、市場あるいは投資家としっかりコミュニケーションを取っていただくことが我々としては一番の希望かな。